えー、真夏の収穫するののちょっとお試しで植えているトウモロコシ新しくここの列を植えましたまあここはまだなんですけど復興の緑肥やってるもう一個のこれよりもうちょっと早い,早い時期に植えたトウモロコシがですねもうけまだそんなに軸が太くなっていない状態で芽花がちょっと上がってきてるんでちょっと失敗かなって思ってるんですけど どうですかねまあとりあえずここ1列植えましたえこちらナスなんですがヘタの部分がこんな感じでカビてきちゃったりするんですよね一応花びらは取ってある感じはするんですけど梅雨時期になるとこういうのが増えてくるんで気をつけないといけないです23日ちょっと風邪ひいて寝込んでたんで管理が 管理作業がでできませんでしたなんでちょっと奥の方とかは結構もうジャングルみたいになって通路の方に張り出してきてるんでちょっとトマトの管理作業、えー、脇芽かきとか静止作業誘引っていうことをやっていきたいと思います、えー、トマトの、えー、下葉かきと誘引のし直しですねを終えました割とすっきりしたんで歩きやすくなりましたね はいえー、なんとかハウス1等分トウモロコシの軸をですね引き抜き終えました、えー、今度はこの柄をですね、えー、のぞみにしてまあそのまま置いておくんでちょっと運び出そうと思います、えー、トウモロコシの畑ですが、えー、トウモロコシの脇にですね結構歩いてるところはそんなに草っていうか緑肥が起き上がってきたの 来るのを抑えてるんですけどもその歩いてないところですね結構あのー、緑肥が起き上がってちょっと邪魔になってきてるんでこの草を刈ろうと思いますえ通路のところの緑肥を刈りましただいぶスッキリしましたね気持ちいいですねでついでに足まあ、今日の夜ですね今日の夜雨降りそうなんで追肥を株元のところに施しておきました でまあ、大きい方早い方ですね。早い方はもう雄花がちょっと登り始めてる感じがしますね全部出てるってわけじゃないですけどこんな感じで雄花が見え始めていますでまあ太さ的にまあ割としっかりしてるんですけどもうちょい太くてもよかったかなーっていう感じですね もうちょっとガンガン追肥して株軸をしっかり作ってもよかったかもしれないなと思うところですがまあしないで、まあ、ここからできる管理をして,、えー、育,て育てていきたいと思います昨日の夜ですね嵐がすごい吹き荒れてまして雨もすごいし風もすごいしで雷も雨が見ないで。 ババチバチすごい窓打ちつけてたんですけどどうなってるかなーって見に来たらちょっと倒れてますねまあそろそろ背も伸びてきたんで支柱立てようかなって思ってたところなんですけど傷んでるかもしんないですねまあ倒れてるやつは無理に起こさずにそのまましておきますが結構倒れちゃってます せっかくここまで調子よく来たのになまあなったもんは仕方ないんでできることをやっていきますハウス2頭目も、えー、全部トウモロコシの実を取り切ったのでこちらも片付けていきます、えー、こちらカボチャです、えーえー、摘心して脇芽からつるが伸びてきましたで各株ごとに 脇芽何本か生えてきてると思うんでそれを2本に接してで伸ばしていこうと思いますで早めについている玉はちょっと取ってしまいますはいではやっていきます、えー、各株、えー、2つずつつるを伸ばしましたこれでちょうどいいところで着火させたいと思います、えー、トウモロコシの軸は持ち出して片付けたんで え次は路地のズッキーニ結構大きくなってきたのでえ支柱を立てて風で煽られないように、えー、しっかり固めていこうと思います。え1株1株あたり2本ずつ、えー、ある分の支柱立てたんですけどまだ全然こっちのうねの分が全然炊いてないのでまた買わないといけないですね。 でまあ、こんな感じで1株2本に本支柱立ててえでえ伸びてきたら支柱にくくりつけていこうと思ってますトウモロコシだいぶ大きくなって縦に伸びる時期に入ってきましたで結構背が高くなるので風が強い日があると倒れてしまうっていうことがありますでそれを防ぐのに えまず支柱を立てて上支柱同士を合わせて補強しつつこの下のラインに、えー、トウモロコシを支える紐を張りましたでまあこの間ちょっと強い風が吹いて軽く倒れたとこもあったんですけどなんとか持ちこたえたみたいで。 とりあえずは縦に上に伸びてってくれてますはいでこちらまだ紐も張ってないんでこれから紐も張っていきますこちら側上に線を張って下にも貼りましたでちょっとマイカー線が切れたのでここまでやってないんですけどまた線を買ってきてこの続きまた後ほどやると思います えー、トウモロコシ植えてあったハウスですが、えー、一通り片付けて、えー、高温しましたまあ多少残さ残ってるんですけどまあ邪魔なところはまた拾いながら次トマト植えるのでトマトの準備をしていきますで高温する前に堆肥と石灰だけ入れておいてでまあ1週間ぐらい置いた後にまた肥料ですね肥料成分 入れて、また高温してでうねたてっていう流れになると思います。えー、ズッキーニ大体収穫終わった後、えー、このハウス締め切って高温にして、えー、枯らしておきました。でだいぶカラカラになって軽くなったと思うんで、えー、片付けしやすいかなと思いますので、えー、残差片付けていきます。えー、金ちゃん農法のお試し補助ですけど、えー、ズッキーニ あの四条金と繋がったのか、すごい調子良くなってきました。いい感じです。で、ナスの方は。こいつは。いい感じの色が。のってるんですけど。こっちとか、まだ根っこが伸びきってなくて。四条金の方と。あ、繋がれてない。ような感じがします。まあ、色薄いですよね。 個体差が結構現れてます初期生育の根っこがいかに張れるかが張ってで四条筋とつながれるかっていうところが大事なのかなと思われますねこの様子から見るとちょっとこっちも色薄いやつが多いんでもうちょい頑張って根っこを伸ばして四条筋とつながってほしいところです こちらトウモロコシです。えこいつここは3まあ1箇所 3, 3粒巻きしたんでこれもうそろそろあの間引きしないといけないんですけどこいつはいい感じですね根っこよく伸びてる感じです一方でちょっと葉っぱが黄色っぽくなってるちょっと畝の端っことかあんまり非常金回ってないのかもしれないですね ここも葉っぱが黄色くなってていまいち窒素が供給されてない感じがしますこっちはいいんですけどね早く植えたナスはこんな感じで調子がいいですで実もつき始めてちっちゃいのつき始めてますがさあこれでどれだけ収穫できるかですね、また 追って様子を報告していきますはい、こちら飛行機の緑碑補助ですけどもだいぶ枯れ上がってもう倒れてもう自然に倒れてますねもうクリンパマーかけてもいいかなと思うんですけど問題こちらですこっち見るとすごい鶴製の雑草が浴びこってていやな感じですねこれ クリンパーかけてそのまま置いといたら多分あっちにまであっちの方にまで伸びてってしまうと思うんでこうこの日陰に生えてるこのつるは草刈りで買った方がいいような気がしますねこのつるは伸ばしちゃいけないような気がしますいやらしいまあこちらはいい感じですね これでマルチになって、枯れた麦がマルチになってくれるので、まあ、保湿は大丈夫だと思います。